本日もくんごぼんごをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。今日はね、私、48歳バースデー当日でございます。もう最初から自分で言ってしまえ企画でございますが、年を取ると怖いものがだん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 と少なくなってくるような、そんな気がしていいのだろうか。そんな思いでお伝えした本日のくんごぼんごいかがだったでしょうか。選曲テーマが5月のお花っていうので、俺はね、バラが5月の花だったのは知らなかったんだよね。というわけで、テーマ5月病で、選曲テーマが5月のお花。1曲目、キリンチの5月病。もうそのまんま。1998年リリースアルバム、ペーパードライバーズミュージックから、ドラムの鈴木達也さんか下村伊徳さんがちょっとよくわかんなかったんですけれども、キリンチで5月病が1曲目。2曲目がカメラソウルでファビオ・デル・フォグリーさんがドラムでございます。アルバムドレスコードより、カメラソウルでインパーフェクトローズ、いい曲でした。3曲目、エモーションズで、フラワーズという曲なんですけれども、これね、モーリス・ホワイトとアル・マッケイが曲を書いているということは、アース・ウィンド・アンド・ザ・ファイ、アース・ウィンド・アンド・ザ・ファイヤー・ファミリーでございます。ドラム・フレッド・ホワイトというわけで、エモーションズ・フラワーズをお送りしました。そして2006年リリース、クルリ、ドラムは、クリストファー・マクガイアさんです。クルリで5月の海とお届けしたわけでございます。そして、14時台オープニングは大好きなドラママヌカセさんが2001年のイタリアでのライブで叩いているという、そういう音源でございます。スティングでデザートローズ、砂漠のバラ。ドラマになりたいがこれを聴け、本当はもうちょっとフルでかけたかったんですが、時間の都合上失礼しました。テリリン・キャリントンで、ドラムがテリリン・キャリントンです。女性の黒人のドラマー、そして同じく女性のベーシスト、エスペランサ・スポルディングさん、綺麗な、すごい綺麗な方でベーシストなんですが、2012年リリースのアルバム、レディオン・ミュージック・ソサエティ、レディオン・ミュージック・ソサエティより、シティ・オブ・ローゼスという曲をお届けいたしました。で、これはホーンセクションはアメリカの、大学の優待生みたいな人たちを集めて組んでるっていうプログラムがあって入れてるんですけど、またそれもまたすごくいいんですね。エスペランサ・スポルディングさんの、レディオン・ミュージック・ソサエティ。これ本当にいいアルバムなので、ぜひ、ラジオ好きは、でレディオミュージック、ラジオの音楽の、集いみたいな感じなんで、シティオブローゼスという曲覚えておいてください。ドラマー目線で歌謡曲はもうベッタベタ、赤いスイートピー、ドラマ林達夫さんでございます。増田聖子さんの名曲。作曲は今椎名林檎さんって言おうと思ったら違う、増戸谷由美さんでございますね。赤いスイートピーをドラマー目線で歌謡曲という、林達夫さんのこう、要は歌謡曲の中での強弱の緩急の付け方っていうのがね、まあ本当音色も素晴らしいし、これは、全てのドラマーの人に参考になるんじゃないかなと思って書けました。で、エンディングはベッド・ミドラーさんの名曲でございます。これね、アルバム「ザ・ローズ」って、これね、結構あれだよ、いいよ、ライブ入ってるんですけど、あのセックス・ドラッグ・ロックンロールって騒いでますからね。まあ、そんな時代でございます。1976年。でもエンディングのザ・ローズは本当名曲ですので、これも皆さんぜひお聴きくださいませ。予備音源は、ドナルド・フェーゲンでスプリングタイム、ドラムは、レロイ、クローデンさんなんですけど、これ書けませんでした。あとリトル・フラワー、ジョバンカね、これも書けませんでした。BGM で書けたのがライオネル・ハンプトン・オールスター・ビッグバンドウィズ・ウッディ・ハーマンということで、1981年のライブ版でございます。ドラムはフランキー・ダンロップさんで、ローズ・ルームね、バラの部屋おかけいたしました。いかがだったでしょうか。本日はそんな感じの選曲でお送りいたしました。もろもろね、告知がいろいろあるんですけど、ホームページ等々で検索していただきたいので、くんごで検索してください。もしくはさだなりくんごで検索してください。5月の26、27は長野県周りで、ベース、先週のゲスト 山際翔英くんの、ブッキングで26、27、徳良と長野市でライブがあります。お寺と、お寺26日はお寺、27日は、
鳥市という焼き鳥屋さんね、でライブがございます。そして6月明けてすぐでね、翌週6月1日はアフロベゲ大塚音楽祭に出演で僕もドラムをいただきます。ぜひともお楽しみに。6月の16日、父の日かは、さらなり音楽教室、こちらのお教室でなんですけどミニミニコンサートがございまして、鍵盤ね、ピアノ、グランドピアノを弾くのが、ギタラトリオでも、おなじみでございます、僕のもう相方でございますが、ナルバリッチのキーボーディストでございます山崎武、そしてトランペットが、バークリー時代からの盟友でございます、スキマスイッチ、あとは、今井美希、ドリームスカムトゥルー等でトランペット吹いております田中充ね、それは私さだなりくんご、そして、これにマリンバで母が加わってきて、さだなりときこが加わってきて、演奏会が6月16日にございます。こちらもぜひチェックお願いいたします。で、まあね、7月の予定まで入れてしまうとちょっと、あれなんですが、まあ、7月2、3もうすぐなんでね、7月の2日、3日は、横澤ローラと一緒に演奏をいたします。横澤ローラは、もう絶対 CM で声聞いたことがあると思います。CM で、歌ったりとか声を入れてるのがもう200、300と当たり前ぐらい、ものすごい量やってるので、どのエリアにお住まいの方でも、絶対聞いたことのある声、最近だとね、ペイペイっていうのもね、ローラさんらしいよ。というわけで、その横澤ローラと7月2日3日は田町音楽祭で一緒でございます。やることがほんとバラバラ、何一つ関連性がないという。7月、まあ、ついでに井出真理子とまた一緒にやります。7月末、細かいことはまた番組で発表いたしますが、そのような予定で動いております。体を壊さないように楽しんでいきたいなと思っておる次第でございます。予定がパンパンではございますけれどもね、暖かくなるなったからってみんな油断しちゃダメよ。あの、突然またガクッとくるからね。そんな決意を新たにした48歳の誕生日のラジオの放送でした。くんごぼんご、また来週、ありがとう。